ああ、さあ、はい、チャレンジ倒す。ああ、よかった。はい、皆さん戻ってきて、先ほどの皆さん、徳島チャンネル戻ってきましたよ。すでに遅し。はい、ということで、ね、今ちょっとね、まあ、ちょっとバッテリーをね、ちょっとチェンジしてたんで、はい、ああ、しゃあない、はい、ああ、まあ、外配信なんでね、充電しながらじゃないんで、うん、いや、でも美味しい、うまいですね、コシがある、うん、これ、もくもく食ってしまえるね、ええねん、もくもく食ったらええねん、まあ、ちょっとね、誰が決めたんですか、タレントが食べたら感想言わなあかんで、いえ、いや、テレビ配信やからね、一応ネット配信でございますから、それは言わないと思う、表情で、表情で伝えましょう、表情で、表情で、ほんじゃ伝えてあげて、西田が表情で伝えますんでね、今から、うん、何やそれ、何の顔や、それは何の顔なの、無言かい、おいしい、あ、いや、あ、まあ、結局感想言うんかい、ほんで、ああ、顔やった後に、じゃあね、これ、あ、美味しそうな顔してるわ、なんか喋ってるけどようわからへん、あ、しまった、あまりにうまいものを食べすぎて言葉を失ってしまったわい、あ、そういうことな、わはははは、いいか、おもんな、おもんな、それおもろい、いや、空調の音がよう聞こえますな、ツボや俺、いや、お前ツボ低いな、うん、ならば、うん、うん、徳島ね、たらうどんも有名なんで、ぜひね、皆さん食べていただけたらね、嬉しいなと思うんですけども、この景色見ながらたらうどんいいね、本当に、セクシャルバイオットええわ、もう噛んだら、うん、もう噛んだらええね、うん、おう、ここに置いちゃうとね、あれなんで、お、俺の水返せ、いやいや、ならちょっと画面に映らない位置に置いててほしかったんですけど、俺はここ、いや、そこ置いてしまうとね、ちょっと見た目のバランスがちょっと、よいしょ、あー、サーティワンアイスクリーム、どういうことなそれは間違えた、ソーシャルストリームです、いや、どう間違えてんの、確かにちょっと似てるけどね、あれ、見れた見れた、かわいいですねって、うん、声聞こえるけど画面真っ黒、あ、本当にどうなんかな、うん、コメントはお笑い命が集中してるわ、うん、あ、お笑い命さん見てくれてるんですね、すごいお笑い命やな、さすがですね、うん、うん、あとわかめだけ残っちまった、うん、やばい、うん、うん、腹ペコペコやったわ、いや、ほんまにね、ずっと食べてなかったんでね、うん、うん、うまいもんで溢れとるな、徳島は、溢れてますよ、阿波牛ね、阿波、うん、踊りとかいっぱいありますね、阿波ポークとかもね、ラーメン、西浦左利きなんやって書いてる、西浦ね、左利きなんですよね、うん、そうです、そうです、はい、そうです、そうです、もうそのまま終わってしまったけどいや、そうです、そうです、左利きはね、うん、天才型が多いんですよ、あ、まあよう聞きますね、うん、天才型が果たしてその一員になれるのか、西浦、俺やばいねこのジンクスもう破れそう、いや違うね、やばすぎるね、どっちの意味、いい意味で、いい意味のやばい、うん、可能性秘めすぎとんねん、あ、ほんまに、うん、眠れる獅子なんや、眠れる獅子なんや、うん、今眠ってる状態なんや、ずっと眠ってる、ね、寝たきりの獅子やから、いや、あかんがな、病弱やん、その獅子病弱やから、
しいね、うん、もう完食しますよ僕は。うん、いやもう梅雨まで美味しい。うん、梅雨まで飲んでしまえたもん。これね水分吸ってるからね、うん、入れてるからちょうど梅雨も最後飲み干せるぐらい。そう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 、薄くなってるから僕絶対飲んでしまうのよ梅雨とかは。ああ、ええー、味してるわ梅雨。うん、だってこの中にまたあのわかめのちょっと味がねまた染み込んでたりとか、湯割り、湯割りや湯割り、マジだそういう状態ですよ。うん、うん、あ、よかった飲んでしまいました、うん、これたらうどんね、はい、こういうのありますね。なんか物によってはこうやってご家庭でも食べれるようにねこういうのも売ってるらしいんで。あ、売ってる売ってる、ある、うん、ある家はもうあるもん。そうですよね、うん、なんかでも結構いや大阪のたこ焼き器ぐらい、あみたいな感じでぐらいな感じであると思う。一家に一台みたいな、あるな、うん、おお大なり小なりあるからねほんまに。あ、もう物によってはパーティーをパーティーとかね、パーティーまあなんか寿司が入ってそうな、なんか10人前ぐらいの寿司が入ってるぐらいの大きさのね、うん、ほんまに風呂入れるんちゃうからね。うん、うん、うまパイナップル、これ果物もこ、なんやろ今ちょうど干してた味やねこれ、ビタミンがね。うん、まあなのせ普段ビタミンというか食事をとってないんで、うん、寝不足と、まあすごいよ、あの栄養取れてるっていう実感がめっちゃ湧いてますな。こんなに甘かったんやなフルーツって。そうやね、うん、いろいろ3つぐらい種類が、あ、今もケーブルが上がってきたね。うん、まだあの皆さんもねよかったらあの展望台上がってきてくれたら、まあね、ギャラリーが多い方がね。ちなみに2階の展望台もまた後ほど映しますけども、はい、今日はあの、まあ、観光スポットというかまあ結局は絶対行ってしまうような場所なんで、まあここまで来たらね、そう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 上がってみようかみたいな話になりますんで、うん、美味しそうだみかん食べたいキャンパス命とか行ってみ。あーなるほど、んもう笑い命じゃなくてキャンパス命ってこと。あ、解明してくれるのまた。うん、わしはスポーツをするときだけ左利きじゃよって。うん、うん、いいよそれスポーツする、すごいな俺逆にスポーツするときだけ右利きやから、一番役に立たんポンコツタイプですよ。うん、普通ね野球とかやったら左利きの方が、うん、なんか有利なんですけどね。まあね、まだサッカーはまだ別ですからね。右左、うちの兄も左利きなんですよ。利き足が、いや利き手が、利き手でもサッカーは右足で蹴りますから、ね、ああ、でも G とかご飯、G とか書くのは右やねん、でご飯だけ左手みたいな。まあ左でも書けるんですけど両方で書けたりで、うん、僕はごちそうさまでした。美味しかったですね。うん、本当に。うん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 。あ、一気に頬張りましたね。うんうん、ああ、美味しかった。ただね、だいたい今お時間の方がね、あ、なんだかんだいい感じに1時になってきましたね。はい、まだそろそろ、山頂の方で、第2部で行きますか。第2部のようなね、いつもやったら。キャンパラナイトね、いつもキャンパラナイトと第2部のキャンパラーナイトに、ね、ありますけども、はい、まあ、そんな感じで。あ、すいません、はい、こちらよいしょ。あ、いいですか、いいですか、いいですか。なぜ偉いでたすいません、ありがとうございます、ごちそうさまです。はい、僕はどこでも母性本能をくすぐってしまう感じなんですかねそういうもんじゃ今のはね、まだ濡れたら大変だよね母さんいや、まあ、そんな感じだったよねちょっと今ほんまに家変な音があかん音がした。はい、じゃあ行くか。さあ、やりましょうかね。はい、ただ2階のこちら1階なんですか、2階の方でやりますんでね。はい、では、あ、じゃあそのまま上がっていきましょうかね。あ、ごちそうさまです。ありがとうございます。
始まるぞ、はい、みんな。